基本なぎなテンションの子だけど、なんか私と一緒に帰れない時とかすごい寂しがってるっていうのを聞いたから、うん、全部言ってると思う全部萌さんは皆さんに僕を姿を全てさらけ出していると思います。同じだと思う。みんなの知ってる萌さんと私の知ってる萌さんはだからその時からの苦労を共にずっと知っているから、もうその時にすでに好きになってた。会話のテンポとかフィーリングとかが合うのかもしれないな。ピクシスのキラキラ大作戦、イエーイ。おかえりピンク。あ、ピンク、おかえりピンク。気づいてた？先週の放送いなかったね。確かに食われてたの。食われてたのカエルに。あ、カエルが食ってたんだ。そう、だから先週カエルしかいなかったの気づいた？いなかったわ。食われてた。え、どうやって帰ってきたの？もうあのグロいグロテスク。そう、こうやってちゃんとお腹から出てきた。グロテスクだね、意外と。そう、下みんな戻ってきた。あ、みんなそこに一瞬食べられてたんだ。全員食べられてたの。あ、そうなんだ。あ、この子たちはピンクが食べてたけどね。あ、気持ち悪いね。無事にお帰りなさい。お帰りなさい。完結かな、一旦これで。何が長きにわたったこの物語も。え、何の、え、ピンクの物語。あ、物語あった。え、一緒に辿ってたよね毎回の一つの作品じゃなかったっけ。続きものだったからね。続きものだった、うん、続きものだったから一旦一区切りかな。あ、そっか。そう、一回食べられちゃったけど無事生還してフェーズ1終わり。そう、みんなが友達になりましたそうもうこれはもうアベンジャーズ方式でまた帰ってくる。フェーズ2始まんの。ピンクはまた帰ってくるってエンドロールの後に帰ってくんな。パンって流れるから。あ、そっか。じゃあ今後も楽しみだね。楽しみにしててください、うん、よろしくお願いします。伊藤美久です。豊田萌です。ピクシスです。ピクシスです。てかみくライブツアーお疲れ。あ、お疲れ様でした。無事に帰ってきていることでしょう。お帰り、東京行ったよ行ったことでしょう。行ったよ。来てくれたと思いたい。うん、行ってるはず。大雨で嵐じゃなかったら。そうだねあっという間ですね、1ヶ月のツアーはね。あっという間ですわ。どうでした？まあ、まあ何も終わってませんけど。まだ何も終わってないんですけど、私自身は。そうね、楽しめていたことでしょう。でも本当に驚いたんだけど、まだこの時点だと大阪しか終わってないけど、大阪ちゃんと雨降ったんでしょ。神戸ね。あ、神戸神戸でした、うん、神戸雨降った。すごいね。そうなの。名古屋も雨降るかもしれない、うん、今のところの予報ね、うん、なんかさ、他の日は全部晴れてるのにさ、ピンポイントでさ、その時だけ雨のマークだよね。そうなの、なんでだろう。びっくりしちゃった。しかもさ、不思議だよ。私その時ツアー初日心配してて、天気のことね、うん、そういえばミク今日ツアー初日だって思って天気予報見たら晴れになってたから、うん、で昼間晴れてるっていうのもなんかあの見てツイッターとかで、うん、あ、よかった今回は晴れるのかなって思って、だからライブの1時間前に降ったんでしょ。そう。すごくない？なんで？なんで？本当にすごい。なんでよ。もうこれはね、愛されてる。東京に帰ってきたと思ったら東京が雨だよ本当にすごいよこれは。なんでよ、ついてきちゃった。だからもう楽しみなの、東京がどうなるかいや、ここで私的には、うん、まあ神戸は雨でした、うん、名古屋もまあ雨でもいい、うん、もうここで力尽きたいの。その雨女パワーは力尽きて、うん、もう東京はもう綺麗な青空の中やってみたい。でも行くから大丈夫、めちゃめちゃ晴れ女だから。そうだよね。でも前行った時も全然雨だったわ豪雨だったね、うん、全然豪雨だった、うん、嵐だったあれこそ、うん、止められなかったわ行ったとしても。そうなのよ。まあ無事、まあ、でも無事終わったということで、来ていただいた皆さんありがとうございました。また感想はね後日お願いします。はい、お願いします。それでは始めていきましょう。ピクシスのキラキラ大作戦スタートです。ピクシスのキラキラ大作戦。お便り読みましょうか。はい、キラキラネームトッケさんからです。
ありがとう。ありがとう。ミックもいしピクシース。ピクシース。ピクシス8歳の誕生日おめでとうございます。ありがとう。ピクシスの印象的なエピソードといえば、思わずピクシステーテーと叫んでしまうピクシスの仲良すぎるエピソードです。ミックからモイシに送った指輪をモイシがずっと身につけていたり、モイシが持ち歩きたいと言っていたシルバニアをたまたま見つけたからと言ってプレゼントしちゃうミックなど、ミックの方が愛が強めに感じそうですが、モイシは一人の番組の時なんかにもかなりの確率でミックエピソードを話すんです。仲の良すぎるピクシスエピソードを聞くだけで一生息していけそうな気がします。PS、 ピクシスの写真で好きなのは、モイシが2018年7月8日ツイッターに投稿した不仲な距離です。ピクシス大好きです。あこれですね。あ懐かしい。このこれが一番好きだったらしい。わかるか、このトリックが。2000リツイートされてんの。当時これ驚きなんだけど、当時のリツイートすごいじゃん。すごいね。すごいじゃん。こうみんな刺さったんだね、これね。そうなんだ、すごいね。確かにこれはトリックアートだからね。トリックアート本当だ。今当事者。トリックアートじゃん。あなた当事者。なんか髪型もお揃いみたいな感じで。確かに。ていうかなんか可愛いの。髪型もお揃いで。なんかうちら可愛くない。可愛いですね。え？こんな可愛いんだ。可愛い。まあそうね。そこに気づけてよかったね。うん、こんな可愛いんだって。定点エピソードあるよ。懐かしい。確かにね。指輪あげましたね。毎年ミクからもらったシルバニアもあげました。誕生日プレゼントはその年すごい身につけてる。私今めっちゃ靴履いてるよ。靴ね。あ、今年もらったやつ。今年ね。うん。そうですね。めちゃめちゃ履きやすい。そう、私は基本身につけるものをもらってる気がする、ミクに。そう。あのだから勘違いしないでほしいのは、指輪もあの欲しいって言われたから買ったんですからね。私が勝手に送ったわけじゃないから。シルバニアも欲しいって聞いてたから買ったんだからね。でも別に買ってとは言ってないよ、シルバニアとかは。あ、そうね、シルバニアはたまたまシルバニアに行くことがあったから。そういえば萌えさん言ってたなーで、そうそうそう、シルバニア欲しいかなっていうことね。それが定点わけですよ。そっか、それが定点ですわ。よかったです、定点を供給できていたなら。定点でございます。ありがとうございます。 あ、以上でございました。以上ですか。はい、メールアドレスはピクシスアットマークセカンドショットドット JP です。たくさんのお便りお待ちしてます。みんな知らないようなこと。ならではの、私がすぐ言っちゃうからな。ミク、ミクこういうとこありますよ。普通にみんなに言っちゃうからな。言ってないことあるかな。おー、でも意外と寂しがり屋。まあでも伝わってるのかな、みんなに。どうなんだろう。だから虚無属性ではあるし、なんだろう、基本なぎなテンションの子だけど、なんか私と一緒に帰れない時とかすごい寂しがってるっていうのを聞いたから、なんかでもそれは絶対私には言わないんだ、なんか言ってこないんだから、久美子を通して聞くから。ミクさんが一緒に帰れなくて寂しがってたよみたいな。で、え？言ってよみたいな感じので、私が知ってることをミクが知ってるかもしれない。で、ある意味みんなに内緒っていうよりかは、私とミクでの内緒のことかも。なんかミクが実は寂しがってるよっていうことを私が聞いてるよみたいなことを知らないと思う。でも、あ、そっか、寂しがってるんだ、可愛いなって思いながらも、なんかめっちゃ私のこと好きじゃんって思う。私もあの直接は言わないけど、めっちゃ私ミクのこと好きじゃんみたいなエピソードトークを割と周りにすごい話しちゃう。ミクがこういうことあってみたいな、言ってくれたんだみたいなことも嬉しくて話しちゃう。
だからなんか本人たちでは話さないけどお互いが周りの人に話してる。でその周りの人からこうやって周り回って入ってくるっていうなんか複雑な感じで耳に入ってますそういう感じかな。相方についてみんなが知らなくて私が知ってること、いやないと思う全部言ってると思う全部萌えさんは皆さんにこう姿を全てさらけ出していると思います。だから同じだと思う。みんなの知ってる萌えさんと私の知ってる萌えさんは一緒だと思う。あ、でも虫に割と強いですくらいかな私が本当に虫ダメだから、ピクシスのキラピクのキャンプ行かせてもらった時にトイレに、トイレかな、シャワー室みたいなところに虫が出て、私は本当に虫がダメだからこれだとシャワーに入れないって言ったら萌さんが駆けつけてくれて男前に追い払ってくれました。なんか虫には強いみたいです。茨城イズムかもしれないもう土足で踏み込むからなそのイメージあるよねそうで、ミクも別にそういうのも分かんないけど、本当は内心どうか分かんないけど、最初の方それこそこうなんかあんまりコミュニケーションがこう得意じゃないというか緊張しいで、なんかはいはいみたいな時から私は土足で踏み込んでってたから、なんかそれで心を開いてくれた感はあったから、それは今も変わらずなスタイルで私はやっているけれども、踏み込んで聞けてないこと、なんかその真面目な話ではない、全然なくなっちゃうんだけど、あまりにもピノが可愛すぎてピノの兄弟を本気で探したの、その私もピノの兄弟を飼いたいって思ってでミクになんとなくそのブリーダーさんの情報を聞いてたから、得意のネトスとして特定してブリーダーさんをでピノと同じ血のワンちゃんを探せってやったんだけど、やっぱねタイミングとね時期があってね、ちょうどピノの兄弟だから今度は子供とか孫の世代にならないと多分そのピノの血族は飼えなくてそれがショックだっただから聞けてないっていうか言えてないこと聞けてないことはあんまないから、言えてないことかな。そこまで知ってた、実は私そこまで知ってたよっていう話でしたなんだろう、踏み込んでも、踏み込ん割と踏み込んでないつもりでいるけど萌えさんの深いところにはあまり踏み込まないように気をつけているところがいい意味でねあるんですけど、そうだな、新しく買ったバッグの値段とか靴の値段とか本当はちょっと聞いてみたいなって、なんか気づくし可愛いねって思うとこまでは口に出して言えるけど、それいくら下のまではまだ一つも聞けてない気を使ってというか聞いたらこうちょっと怖いなみたいな、いやそうかも気は使ってないんですけど、なんだろう、なんかやっぱそういうのってさ親しき中にも礼儀ありじゃないですかそう、なんか聞けてないけどちょっと気になってはいます。そんなテンションだからぶつかった記憶はない。喧嘩は本当にしてないと思
わかんない。うん。ない。うん、ないないない。いや、なんかミクがあの内心イラってしてることは絶対あると思うけど。基本ね。私は誰に対してもこういう感じだから周りの人がイラってしてる可能性は絶対あるんだけどでもそのミックはそういうのを突っ込んでくれるからすごい成立してるなって、ありがたいことには。もうなんか普通の人だったらなんか突っ込まずにイラッとして終わっちゃうようなことを私がしちゃってたとしても、ミクはそれに対してそんな女なかなかいないよみたいな感じで、なんかちゃんとそのいい意味で否定突っ込み、そのイラってさせちゃう部分をうまい具合に突っ込んで面白くしてくれて、その場の空気も壊さずに面白くしてくれるかも、最高の相方だなって思う。そういう部分では、まあ、甘えちゃってるなって言葉になっちゃうかもしれないけど、相方は甘えるべきものだと思うからそれでいいなって思ってるって感じです あるのかもしれないけど全然覚えてないくて、なんだろう、ぶつかっ大喧嘩でも一生忘れないみたいなのはないと思います。なんか活動してて、仕事でとかライブの内容でとかでぶつかったことはないと思うけどこれであっちがあるって言ってたらどうしよう、私が本当に悪いことして忘れたのかもしれないけど、ないと思うけどな、ないです。まあ、もう第一印象から好きではあったけど、まあ、おとなしい子だなって感じだけど顔面が可愛かったからそうそうそう、まあ顔面可愛いとは思ってその時点で好きではあったけど、まあ、中身的なことで言うと、ミカは本当早い段階でそれこそスタイリップスっていうグループに新メンバーとして一緒に加入したし、だからその時からの苦労を共にずっと知っているからもうその時にすでに好きになってたっていうのも、なんかでも話したことあるかもしれないけど、私自身がそもそもダンスとか全然できなくて、アイドル好きなくせに、で思った以上に私こんなできないんだみたいな落ち込んで、でミクは最初からできるタイプだったから、なんか羨ましいとはもうその時思ってなかったけど、なんかすごいなミクちゃんみたいな、やばい私全然ついていけないどうしようみたいになった時に、なんかわかんない、その普通だったらなんか安心するじゃん、自分ができて、わかんない、普通の人間だったらね私はできててもう一人の子できてないの、ちょっと人間的に安心しない、これ私性格悪いねなんかさテスト勉強とかさしててさ、やべえみたいな、できてないって思ってさ、自分よりできてない人見たらさ、ちょっとさあよかった、私だけじゃない0点みたいな感じの感覚になるのよ私はね人間だから。でもなんかそういう感じじゃなくて、なんか私も全然できてないからっていうのを鼻につかせずに、なんか練習を付き合ってくれた時があって、それがあこの子すごい子だなって思って、好き、なんか人間としてまず魅力だなって思ったのが本当に最初の方。なんか普通鼻につくじゃん、なんか私はできてるけど付き合ってあげるよみたいな感じ出るじゃん普通私だったら多分出ちゃうから、でそれがすごいなって思ったかな。でそこからどんどんこうなんかいざという時になんかそういうたくましいところを見せて引っ張ってくれてるから、そういう時々で好きになってるかな、ミクのことはって感じです。最初に、そうですね、やっぱりユニットに一緒に加入してからかな。なんかそれまではやっぱりお姉さんっていうしっかり者でっていうイメージでしたけど、そっから一緒にユニットを組んに新加入して、お互い新人で先輩たちについていくのが必死でみたいなところで、なんかお互いのこといっぱい話すようになって、ここは大変だったとか、これ大丈夫かなとか、なんかそういうのとかを共有できるようになってからかな。割となんか話しやすいなとか、こう
萌えさんにもできないこととかがあるんだって思って、意外となんだろう、親近感が湧いたのが最初かなって思います。そうですね、出会って1年研修してでスタイリップスに2人で入ってるはずなので、そうですね、割とすぐ1年ちょいぐらいで気づきました。あったのかな本当に。いやでもこんだけ8年一緒にいて大きな喧嘩もなくと私は思ってますけどなくこう過ごせてるのは、まあそうですね、会話のテンポとかフィーリングとかが合うのかもしれないなって思います。なんか長生きしてほしいお互い本当に。なんかそう、ファンのみんなとみんなが思う私たち像と私たちが自分たちで思う自分像で、多分なんか違うものがきっと、まあ、少なからずあるだろうなっては思うんだけれども、私からしたらなんかとりあえずなんか何があっても一緒にいられればいいかなみたいなところがあるから活動をしててもしてなくてもなんか長く、ミクにも長生きしてほしいし、その業界的に長生きって意味もそうかもしれないけど、あのシンプルに寿命ね、あのシンプル寿命で、お互いいつまでこのお仕事続けられてるかっていうのはもうわからないわけじゃん。あの辞めちゃうかもしんないし、どうなるかもわかんないけれども、そうなってもあの離れても普通にこう連絡取り合える中でいたいなっていう、なんかミクに農家とかやってもらって私が野菜をもらいに行って、なんかそういう物々交換みたいなのをおばあちゃん同士でやるみたいな関係性ではいたいなって私は思っています。そういう感じです。お願いしたいこと、もう萌えさんは本当に自由で言ってください今更何もお願いすることは本当何もないただただ自由に好きなように、まあ、萌えさん自身にプロデュース力がそもそもあって、ピクシス自体もその萌えさんの発言とかがすごくこう大事になってきたりとかすることがめちゃくちゃ多いので、もう萌えさんの感じた通りのことを発言していただいて、でそれに私もそうだそうだと乗っかったり、ここはこうだなんてちょいちょい入れながら、ちょっとうまいことバランスをとっていけたらいいなと思うので、今のまま破天荒なままで楽しく生きてください。もえさんのメッセージみたいになっちゃった。楽しく、はい、はい、さあ全ての質問が終わりました。はい、どんな感じになってるかお互いオンエアまで分かりません。そうだね、楽しみ。でも真面目に話した？いや、めっちゃ真面目に話したんだけど、うん、スタッフさんの雰囲気を見るに、うん、何かが食い違ってる嘘、食い違ってた？なんかね、クスクスしてるんだよね。あれ、すごいみんな目合わせてくれるまあ、2つをやっぱ別々に聞くと面白かったって言ってたけどね。なるほど、なんかどういう意味の面白いなのか、一方通行の思いあったもしかしてどういうすれ違いだったのかな、どこの部分だろう、分かんないな、気になるな、気になる、見てるみんなはもう分かってんだもんね、なので、そうですね、はい、というわけで楽しんでもらえたでしょうか。はい、というわけでピクシス結成8周年記念特別企画ピクシスインタビュー2人で1つでした。ピクシスのキラキラ大作戦エンディングです。番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。普通歌はもちろん、皆さんの宝物に関するメール、先生大作戦への質問や二択三択大作戦のどうでもいい二択、耳寄りニュース、きらびく VR 宛てのメールなど何でもウェルカムです。
メールアドレスは pixis@secondshot.jp pixis@secondshot.jp です。たくさんのお便り待ってます。はい、ここでピクシス情報です。オリジナルアルバムハッシュタグもいし10周年6月6日一般発売されます。リリースイベントも、東京と大阪でやるよ。5月27日、科学技術館サイエンスホールで開催される、キャリさんの石原香織のキャリーアップ&アップ、5周年記念公開イベントに出演させていただきます。そして7月2日科学技術館サイエンスホールで開催される豊崎亜希さんのおかえりラジオ番組イベントにも出演します。お願いします。はい、フォースアルバム This One's For You 発売中です。そしてアニメロサマーライブ2023アクセル8月27日の Day 3に出演させていただきます。よろしくお願いします。そしてチーム伊藤の会各週水曜日21時からお送りしておりますので、キラピクと合わせて見てください。はい、さあそして7月1日土曜日科学技術館サイエンスホールにてキラピク番組イベントを昼夜2公演開催します。はい、イベントでは新たに制作した番組テーマソングを生歌で披露します。イエイイエイイエイ。どんな曲かお楽しみにしててください。はい、その他ニコニコ動画セカンドショットチャンネルの有料会員になっていただくと、この後23時から配信するピクシスのキラキラ大作戦アフタートークと、放送に入りきらなかった部分を丸ごと収めたアーカイブ完全版をお楽しみいただけます。キラピクの通常版は YouTube でも配信されていますので、ぜひそちらもお楽しみください。あー、8周年が終わっちゃう。もう終わってた全然終わってんだけど1週間前だよ。2本目だから終わってた。全然終わってましたけどね。だって2本撮りなんだもん。そうだね、私たち中でほやほやですからほやほやなもん。頑張りましょう。終わっちゃうよ。8年目も8年目もやりましょう。楽しく生きる楽しく生きてください一緒にだよ一緒に楽しく生きるの楽しく生きましょう。楽しく生きよう生きよう、うん。供給するっていうより生きれることが重要視されているね。そうだよ、ピクシスはいつの間にか。そう、長生きしよう長生きしようが、じゃあピクシスの。そうだよ、8年目の目標で。そういいですか。そう、長生きしたい。じゃあやっていきましょう。長生きします。生きしていきましょう。はいはい、それではそろそろお時間です。お相手はトヨタ萌えと伊藤美久ピクシスでした。またね。